Recoupé. Allez. Allez, bah va quand tu dis, je passe avec la dernière partie de l'histoire de Joshua. On va faire la bataille de Chibi. Allez, c'est parti. Je vous laisse avec l'introduction du chapitre 1.曹操は瞬く間に慶州を制し南進を続けた。そしてついに孫権の治める揚州に迫る。長江のほとりを埋め尽くす曹操の大軍勢。かつて見ぬ強敵を前に孫悟は降伏か降戦かで揺れていた。一方慶州を追われた劉備は ガリオと称えられる諸葛亮を得る。この切迫した状況に天才軍師が導き出す答えとは。諸葛亮の策が曹操孫権劉備の行く末を変えようとしていた。一方慶州を追われた劉備は瓦を叩たえられる諸葛亮を得なかったか。よし、おいら泳ぐ練習をするぞ。船から落ちても曹操様を守らねえとな。いや、お前は泳がなくても浮くんじゃねえか。 っていうか船から落ちちゃダメだろう。巨著の言う通り船から落ち泳がねばならぬ時もあろう。そういった想定や覚悟もしておかねばなるまい。ここで孫権と劉備を打てば天下の平定は目前となろう。全軍水上戦の構えで海戦に備えよ。 戦の前ながら失礼いたします。殿の義侯就任について、お話がございます。義侯、殿は間もなく天下を平定せんとしておられます。古より人心として殿より功のある方はおられますまい。ならば義侯の位を受けても何ら問題はないと思います。お待ちください。その話には賛同しかねます。 義侯となれば帝から借り受ける形ではなく、ご自身の兵と領地を持たれることに。そうなれば官室の臣として官室のために戦うという大義が失われます。多くの人の目には簒奪が狙いだと映るでしょう。新たな断りを敷くには大義を伴う必要があります。だからこそ曹操殿は帝をお迎えになったはず。 この話はそれを覆すことに他なりません。まもなく孫権との決戦が始まる。懸念がある者は遠慮なく述べよ。水軍の質をもう少し上げたい。実戦を経験させたいところだが時間が足りんな。
近辺に水族が出没していると聞きます。戦の触りとならないよう打ち払うべきかと。慣れない水軍の調練に体調を崩す兵も多い。医者が足りていないことが気がかり。懸念といえば、孫権陣営を探っていた偵察部隊も未だ戻らんな。それは敵に捕まってしまったのでは。敵には知略に長けた周瑜と諸葛亮がいます。すでにこちらの陣営に対し何か仕掛けている可能性もあるでしょう。例えば流言、あるいは偽の情報。それらを考慮に入れ真実を見極める必要があるでしょう。うん、皆の意見は分かった。我らは今他の情勢に背を向けて遠征している。こうして孫権と対峙している間にも領州の馬頭などは力を増しておろう。天下平定までの敵は孫権と劉備だけではない。もはやこれ以上時をかけてもおれん。皆速やかに己の懸念を払拭し決戦に備えるのだ。Allez. Kanne-sama はかなり硬派だって聞きました。強気をくじき弱気を助ける姿勢が人気だとか。さすが菅硬派様です。それを言うなら女性様だって硬派ですよ。この前も困った女性を女性しているのを見ました。でも一切ニヤニヤしないで紳士的なものでしたよ。どちらもかっこいいってことですね。女性でなくても硬派には憧れるな。訓練を任されただ。でもあんまり自信がねえぞ。続討伐がいい訓練になるって聞いただ。うまくいくか不安だけど、やるしかねえか。え、おいらと一緒にやってくれるだか。それはとっても心強いだよ。この辺に薬をくれる人がいるらしい。気持ち悪くて動けそうにないや。おー、ほほほ。船酔いに効く薬が欲しいんですね。ではこれを持って行ってください。Thank you.
船酔いに効く薬を届けてくださるとは。恐縮です。ありがとうございます。待ちな。船酔いを治したいんだって？だったら薬よりもいい方法があるよ。船をみんなつなげちまうのさ。そうすれば揺れないし、酔うこともないよ。なるほど。それはいいことを聞きました。早速みんなに伝えて船をつないでみます。バラ、アプラ。うまくいったら腹減ってきたぞ。よくやった。その働き覚えておく。でね、我が軍の石膏が襲われています。敵陣から戻る途中に捕捉された模様。だがこちらは手一杯だ。誰か助けに行ってくれないだろうか。この情報きっとお役に立つはずです。この情報きっとお役に立つはずです。この情報があれば我が軍は有利になる。このため何としても戻らなくては。わかりました。これで石膏の任を全うできます。ありがとうございます。これで貴重な情報を持ち帰ります。面白いぞ。孫悟の郊外が味方から殴られていました。奴はかなり不満に思っているようです。そこで裏切りを誘う書簡を送ることに。よろしければ郊外に届けていただけますか。
しに書簡とはな。どれどれ。おお、願ってもない言葉よ。うまくいったら腹減ってきたぞ。いい戦ぶりよ。敵がハゼと。Je pense qu'on est bon. Ouais. Hop là. Allez, je... Je reviens un petit instant. Ne vous inquiétez pas, je laisse le truc faire. Zoku no toubatsu wa natta na. Kessen no jama wo sarezu ni sumu daro. な情報が手に入った。決戦に生かせるかは将次第か。兵たちの船酔いはいくらか収まったな。一応戦う体制はできたということか。これで郊外を引き入れることができよう。うまくいきすぎているような気もするが、ならば将兵を休息させよう。決戦に向けて英気を養わねばな。皆の働きにより決戦の準備は整った。来たる大戦に備えしばし休息し英気を養うのだ。Voilà. Ah, parfait. OK. しかたないとはいえ、嫌な陣形だ。はい。この陣は体裁だけと言っても、もっと時があれば。船にもいろいろと仕掛けを施せたんだが、残念だ。
準備不足に練度不足。それでも水陸合わせた戦力はこちらが圧倒的。ならば敵はどう仕掛けてくるだろう。水上で仕掛けてくる可能性は低いと思います。あくまで低いという程度です。そう言いつつ気にかかることがあるような口ぶりだ。何か懸念があるなら殿に申し上げてみたらどうだい。いえ、懸念というほどではただの不安かもしれません。風が強いな。先ほど御嶽の火が煽られて危うく火事になりかけた陣があった。そういえば孫権は我らの風下に布陣しているが、火計を仕掛けたりはしないのか。ここが水上でなければそれも手でした。ですが孫吾の水軍は散開しています。さほどの効果は望めないでしょうね。そうか、向こうは練度も高いというしな。そう簡単にはいかないか。それより殿が皆を呼んでいる。二人とも来てくれ。承知しました。行こうか、純優殿。この時期、長江の風は北西から南東へ流れる。今夜は特に風が強い。迅速に敵陣にたどり着けるであろう。時はまさに今。これより一気に長江を渡り、孫権、劉備を討つ。水上の不利は兵数と知勇で乗り越えよう。いざこの戦に勝利し、天下を制さん。あらバタイ。この西北の風に乗り敵を撃つ。劉備と孫権に引導を渡すのだ。
Nice. の民兵が移動したぞ。手薄になったところを攻めちまえ。 おい、 あの宝刀先生ってすごい。 RIP Mei. Je reviens. Voilà. Hop là. ソーグンに兆候を渡らせてはならん。孫悟の将兵よ、鉄壁の構えを取れ。妙ですね。孫家の姿が見当たりません。対岸へ渡り様子を伺うべきだ。時は十分に稼げた。だが兵はすでになれる。 Petite, ouais, une petite. この倉庫は拙者が守り切ってみせる。
子一つ守れぬとは、軍神の子として情けない。伝令、曹操軍が倉庫を襲撃、10万本の矢は全て消失しました。勝っただよ。嬉しいな。ここは俺の見せ場だ。少食よ、この歓喜行の功になってもらうぞ。こっちは大軍、勢いもある。そんな仲武者どもに負けるかよ。Ouais. Bon, pour le personnage, on commencera un peu à monter la difficulté. がかかった味方がいるようです。怪しい人物を尋問してみてはいかがですか。来たか曹操軍。さあ、孫悟の本陣はここだぞ。私は孫悟の人間ではない。曹操殿のために粉骨砕身働くのみよ。なんじゃしつこいの。わしは本当に孫悟に愛想が尽きておる。おるのか。だからわしはじゃな。レイマドロッコシーは、お主を倒せば疑われることもなかろう。ここで防御の陣を敷く。すぐに準備しろ。うせろ。うっしゅう。うっしゅう。うっ、うまく演じられなかったわい。敵将撃ち取っただよ。よくやった。その働き覚えておく。うまくいったら腹減ってきたぜ。伝令、偽装投稿が見抜かれました。郊外様はすでに撤退された模様。しまいます。
Pardon. しまっただよ。船がみんな燃えしまってるだ。今は船なんかどうでもいいぞ。早く曹操様を助けに行かねえと。 味方と連絡が取れません。 曹操様の安否も不明です。 一体どうすれば。みんなバラバラになっちまって、これじゃもう戦えないぞ。こうなったら周遥に逃げるだよ。曹操様もきっとそこにいるはずだぞ。窮地にあってこそ落ち着かねばならぬ。互いに仲間を援護し包囲を打ち破らん。 今は無事であられると信じるほかない。 火が見抜かれた時は焦ったよ。危うく火がつけられないところだった。なんとか家計は起こせたが、予定より規模は小さくなってしまったな。曹操軍め、逃がしはしないぞ。孫悟の炎で燃やし尽くしてやる。
戦意なき兵を追い抜くとは美しくありませんね。守りは我らが受け持て。決して何者にも抜かせはせぬぞ。目標を蹴って、俺たちで敵の要所を攻め立てる。逃がしはせんぞ。の燃え上がらせたかった。あ、もうくすぶっただけで終わりか。これで友軍の元に駆けつけられますね。早く合流しなくては。液晶打ち取っただよ。勝っただよ。嬉しいな。なんと壮麗な戦ぶり。馬の動きが鈍いな。これから長い逃避行だというのに。うん、餌さえあれば馬の体力も戻るだろう。そうすれば皆で逃げられそうだな。これだけ集まれば十分だ。早速馬に与えるぞ。馬が調子を取り戻し次第進軍開始だ。急ぎ味方に合流する。オッケー。うまくいったら腹減ってきたぞ。Hop là. 爪の局面でしくじったか。だが、戦の流れを変えるほどではあるまい。この小さな勝利、劣勢を覆す足がかりとして見せましょう。素晴らしい才能をお持ちですね。共に戦えること
心より嬉しく思います。敵を倒し、この場を突破する。敵の要所を落とす。みんな、突け。敵は撃退した。しばしここを確保し、東方を守らん。ウレンに逃げ込まれた将軍方も多いようです。探してみてはいかがでしょう。敵将討ち取っただよ。勝っただよ。嬉しいな。全然見つからないな。もしや兵に紛れて移動されているのか。勝っただよ。嬉しいな。諸葛亮殿の読み通り、ここへ参ったか。これ以上は進ませぬ。俺こそが軍神関羽の一の子分、周宗様だ。親分と一緒の俺はいつもの3倍強いぜ。うせろ。ウリに逃げ遅れた方がおられるようです。将軍のどなたかではないかと。なんとかお助けできないでしょうか。味方の無事を知れば兵も奮起するでしょう。ほう、俺どんなに役立たずなんだが。帰っても親分に合わせる顔がねえ。深くを取った。曹操殿への恩義が我が刃を鈍らせたか。ここにいるのは傷病兵ばかり。前線からは逃れたものの、もう動けません。せめて薬になるものが手に入れば彼らを救うこともできるのに。そういえばあそこには薬があるかも。今は敵がたくさんいそうですが。
打ちのめすまでだ。なんだこれ、よくわからないけど持っていこう。よっ、なんだこれが目当てか。それでやるよ。よし、どうなるか見つけてしまった。どこ届けておくか。どうしていくパブ。このようなところにノコノコと叩き潰してくれる。これはいただいてもいいんですか。おいみんな、これで助かるぞ。これで傷病兵たちもみんな撤退できます。ありがとうございます。防御体制を取るのだ。勝っただよ。嬉しいな。見事な働きだな。敵の要所を叩く。逃がさんぞ宗家。ここで宗家の命脈を断ち、完全なる勝利とする。父親同様、深追いして撃たれるのが望みか。ならば願いを叶えてやろう。逃がしはせんぞ。今は引こう。だが次に会った時は容赦せぬ。ちょっと待て、吸妖気損傷痕が開いてよ。開けねえぞ。でも我らが勝つのだ。孫家が宗家を打倒することなどありえぬな。敵将討ち取っ、勝っただよ。嬉しいな。その際捨てたものではない。おう、場所はオイラたちのもんだよ。
方がチリチリになってしまいました。ですが、置いて逃げるわけにもいきません。味方を一人でも見つけたら教えてください。どうかお願いいたします。救出できる兵はこれで全てでしょうか。おい、ありがとうございます。仲間を助け出してくれて。これより我らも撤退先の確保に向かいます。あだ、勝っただよ。嬉しいな。周囲の警戒を怠るな。怪しげな動きがあればすぐ両党にも伝えよ。いや、来たか。急ぎ両党にも敵の接近を知らせよう。我が輩としたことが何たる不手際。両党に知らせを送る隙すら見出せるとは。曹操軍に一日の長があるのは筋。それを覆せなかったのは
自分の不覚だ。窮地を脱した敵の微力再起も可能よ。伝令、曹操様の所在がつかめました。撤退先に向かわれているそうです。敵将討ち取っただよ。父よ、何がおかしい。この大敗、笑ってなどいられないのでは。いや、しかもむしろその逆よ。これほどの敗北、想起するものではない。董卓暗殺に失敗した時以来か、脳を書こうとも。あの時と今回では事の大きさが違うだろう。かもしれぬ。だが違わぬこともある。それは敗れてなおわしは前へ進むということだ。毛徳、わしの道はまだついえてはおらぬ。我が姓のすべてをかけ覇道を成し遂げてみせる。この大敗の後でそこまで吠えるか。お前はつくづく懲りん男だ。俺たちは殿と一心同体です。殿が前に進む限り俺たちも共に進みます。だが気概だけではことはなせん。まずは国力の回復と戦力の再整備を急がねば。士官の言う通りよ。皆おのおのの再官で体制の立て直しを急いでくれ。Bon ben, il y aura encore un chapitre. Ben voilà. On va voir la partie 5 de... peut-être demain.